ボンマルシェ百貨店夜のボンマルシェボン、マルシェ内部ボンマルシェ百貨店は、フランス、パリ7区のバック通りにある百貨店。世界最初の百貨店と言われている。なお、普通語で、ボンマルシェとは、安いという意味であり、高級品を扱う百貨店ではなく大衆相手の百貨店であった。例えば、1890年代の呪文通りに関しても、 ブティックや高級百貨店で売るジュモードールより、質の落ちるものを半額で売りさばいていた。1887年のボンマルシェも、ともとは1838年に、微動兄弟が創業した、パリの流行品店の一つだったが、1852年に、オルヌ県の帽子屋の息子であった、アリスティットブ主公によって買い取られ、夫人マルグリットと共に、バーゲンセール、 ショーケースによる商品の展示、値札を付け低価販売を始めるなどの百貨店としてのシステムを確立、発展していった。また返品を認めるなど今日の売り的権負担の概念に相当することも行い、小売店の社会的地位を高めることにも貢献した。1863年に創業者の微動が引退すると、武士工は1867年に店舗を拡張し、 品数を増やすなどして、事業を拡大していく。1869年、店舗を改装するも武士校は気に入らず、新たに建築家 L.A. ボワローとギュスターブ・エッフェルを雇い入れ、パリのオペラ座をモデルに再改装を行い、1887年に完成した。武士校夫妻のボンマルシェ百貨店における派手な小エンドーと、 大安売りの季節物で客を呼び込む手法は、パリ万国博覧会を参考にしたと言われている。巨大で立派な店舗に毎日客が押し寄せる様を、作家エミールゾラは、百貨店をモデルにした小説、ボニュールデダム百貨店の中で、消費信者のための消費の大ランと呼んだ。1984年、LVMH グループが百貨店を買収。セレクティブリテイリング部門の参加となった。 1989年、店名を英雄ボンマルシェからレボンマルシェに改名した、本館と食料を品館に分かれている。ありがとうございます。